皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日もソードアートオンラインフェイタルバレットやっていこうと思います。最初からグダグダ。うちはホローリアリゼーションもやってるので、間違えないように今意識したらなんだっけって感じになっちゃいました。どうしましょう。かわいいね、なんかね。はい、いくよ。いた。遅いじゃない。私を待たすなんていい度胸ね。めっちゃ怒られてる。ほら、さっさと行くわよ。まずはこの辺りを回ってみましょうか。 GGO の設定は知ってる？設定？わかんない。うん、教えて。この世界ではね、遥か昔に宇宙戦争があったの。多くの技術は失われ、都市は廃墟と化してしまった。ここ SBC グロッケンは大型宇宙戦艦を使って作られたんだって。いわゆるロストテクノロジーの塊ね。そんな設定だから武器や防具はお店でも買えるけど、強力なレア武器のほとんどはドロップ品やクエストの報酬よ。攻略情報は攻略サイトでまとめられているけど、最新のネタはやっぱり街で集めないとね。はい、クエストマーカーについて。クエスト進行に関連する場所にはマーカーが表示されています。マーカーが表示される人物に話しかけたり、マーカーのある場所に近づいたりすることでクエストが進行します。マーカーのクエストから優先度の高いクエストを設定することでマーカー表示を変更することができます。メニューのマップを開き、 SBC グロッケンの市街地を見渡したり、トラベルリストの各フィールドを見てマーカーを確認してください。はい、マーカーか、こっちだね。あ、クレハさんを追っかけろという感じですかね。今日は私がいるからいいけど、ちゃんと道を覚えてよ。グロッケンは迷路みたいな場所があるから。おい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。レンタル代結構高いだろ。私はタイプ X です。マスターからお金は取りません。うえ、俺タイプ X なんて初めて見たぜ。本当にいるんだ、すげえ。キャプチャーしてもいいっすか。タイプ X ってマジかよ。超高性能 AI って噂だけど、どうなんだ。その通りです。私はとても利口でレアなのです。マジすげえ。いいな。どうやって入手したんだ。確実な情報なら10万出すぞ。どうだ。ちょっといいですか。そのアファシス、タイプ X ですよね。それがし、レアアイテムのブローカーやってまして、タイプ X なら30メガクレジットを出すという方がいるんですよ。悪くない話だと思いますが、いかがです。30メガクレジット？日本円にすると30万円だよ。まあそうかもしれんけど、これリアルで AI を持ってるって考えると30万じゃ安いよね。まあ、ゲーム内だからきっと30万なんだろうね。ダメです。私はマスターのものなのです。そうですよね、マスター。うん、選択肢、売る気はない。それともう一声。かわいそうじゃん、もう一声なんて言ったら。売る気はない。はい、当然の結論です、マスター。残念です。もしその気になったら、それがしに声をかけてくださいね。それがし、ちなみにね、僕男子の中でも身長は一番ちっちゃくしてます。はい、アメちゃんも女子の中で一番身長ちっちゃくしてるので、あんまり身長差ないんですけど、僕の方がちょっと大きいのかな。なんだろう、適正な距離を取られてる気がするんですけど、ちょっと近寄るとちょっと逃げるんですけど。何、若干なんでしょうかね、若干嫌ですか。あ、若干嫌だ。なんか匂います、もしかして。大丈夫ですか。あ、もう逃げ場がないと。もう後ろに逃げられないからっていう。あ、そっか。
結構嫌がられてるね。まあいいか。ここはいっつもワイワイ賑やかなの。情報を集めるにはいいスポットよ。なんで GGO ってこんなに男臭いんだろう。これでも最初の頃と比べたら女性プレイヤーが随分増えたらしいけど。あれかな、この場にフレンドさんとかを呼んだらフレンドさんもアファシス連れていくんですかね、連れてきてくれるんですかね。それともフレンドさんだけなのかな、来てくれるの。ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ、初心者に必要なものは揃っているわね。ちょっと寄っていこうよ。いやさっきさ、私消耗品を買ってくるから、とりあえず自由に見て回ってて。さっきショップはいろいろ見てお金がもうちょっと欲しいから使わない。はい。消耗品？俺らもなんか買った方がいいのかな、やっぱり。購入に迷ったら私に相談してください。マスターに現実を見せてあげます。え、どういうこと？ステータス、現実と、ステータスとか所持金のこと？あー、現実、ステータスとか所持金のこと？ステータスに合わない武器は使えないし、予算管理は大事です。無駄遣いをしてはいけませんよ。はい。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺、レアアイテムをいくつか持っててさ、格安で譲るからどう？怪しいな、顔見えないし。いい人ですね。ありがとうございます、おじさん。おじさんなの？いやいや。で、所持金はどのくらい？怪しいよ、もう金額聞いちゃうあたりがいやらしいよ。やめときな。半端な知識じゃ騙されるぞ。失礼な、私の知識は完璧です、おじさんその2。おじさんその2。おじさん、しかもその2かよ。自信があるなら止めないが、そいつは前もニュービーをカモにしていたんでな。プレイヤー同士情報で勝負するのは全くありだ。だけどよ、ニュービーは所持金巻き上げられちゃお手上げだ。せっかく銃好きが集まっている GGO なんだ。そういうつまんねえ理由で去られちゃ目覚めが悪いってもんだ。だろ？うん。あの、顔、人相は悪いが言ってることはすごくいい。はい。はあ、バザルト嬢さんに見つかったのが運の尽きか。諦めて撤退するよ、今回は。今回は？お前も食えねえやつだな。なんかあった？まさかプレイヤー間で売買してないよね。信頼できる相手以外とやると痛い目に遭うわよ。危うく騙されるところでした。そこの親切なおじさんその2に助けてもらったのです。おじさんその2？おいおい、まだおじさんかよ。俺様にはバザルト・ジョーって名前があるんだぜ。お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気だったからよ、ついおせっかいやっちまった。結構いいやつじゃんね。だっておかしいです、銃が好きな人に悪いやつはいないはずなのです。お、いいこと言うね。まったく同感だぜ。確かに銃好きに悪いやつはいねえ。あのプレイヤーもがめつい商売をしているだけで気はいいやつだ。だが剣使いはダメだ。しかも女の子に取り囲まれている剣使いは最悪だな。そりゃもしかして誰かさんのこと言ってるよね。選択肢、やけに具体的だね。と、黒い格好の人？あ、まさにそれですね。ちょっと選んでみましょうか。あった、喋りすぎちまったぜ。男の世間話ほどダサいものはねえ。じゃあな、あばよ。助けてもらってよかったね、姉ちゃん。
あのバザルト・ジョーって名前、ランキングで見たことがあるわ。GGO らしいガンマンさんでした。顔はおじさんだけどいい人です。そうね。GGO プレイヤーらしいというか、こだわりが強くてモテなさそうなタイプって感じね。こだわりが強くてモテなさそう。うん。なんか、結構傷ついた俺。今の言葉傷ついた。いや、久しぶりだね。と言っても、再会を懐かしむほどの時間ではないけど。選択肢。この前の大会の五木さんと五木さんでしたっけ？五木さんでしたっけ？っていかにも知りませんでしたみたいな。ねえ、ちょっと嫌味なので上の方にしましょう。覚えていてくれたんだ。ありがとう。でも、さん付けなんてしなくていいよ。多分、歳もあまり変わらないだろうし。ああ、僕がみんなをくんと呼ぶのは訳ありでさ。呼び捨てにすると、勘違いしちゃう女の子が多くて。なんてね、冗談だよ。半分くらいは。それでさ、君に一つ聞きたいことがあるんだ。君は、どうして NPC のアファシスを助けようとしたんだい？この前の大会の録画データが手に入ってさ、参加者の戦いの様子を見てみたんだよ。その中で君は切りかかるキリト君と戦おうとすらせず、アファシスをかばうことに専念しているように見えた。確かにアファシスはレアアイテムだけど、君が殺されたら手に入れられないだろう。それとも、あの時点でマスター登録が済んでいたのかい？あの大会の中で君のあの行動だけが理解できなかった。なんだろう、感覚的な話は好きじゃないけど引っかかっているんだ。もしよかったら理由を教えてくれないかな。はい、何度聞いてもこの声は玉木宏にしか聞こえないんですよね、僕からするとね。はあ、のだめのね。選択肢、無我夢中だったからと、理由なんてなかったと思う。そして同じことをキリトにも聞かれた。理由を教えてくれないかなって言ってるので、理由、まあ無我夢中だったからと、まあかばう、救うっていうか、かばうのに理由なんてなかったと思うとか、どっちかでしょうね。同じことをキリトにも聞かれたって、それ答えにはなってないんじゃないかなって感じがするので、まあ無我夢中、あの時一瞬でしたからね、無我夢中でいいんじゃないですかね。君は理屈によらず動くことができるのか。失礼。まずは礼を言うべきだね。大した知り合いでもない僕の質問に虚偽や誇張を加えることなく答えてくれた。君はいい人だ。マスター、ここにいたんですね。クレハが探してますよ。おっと、用事の途中だったのか。じゃあ僕は失礼するよ。また会えるといいね。見た目変えたい。なんか服とかないっすかね。もうちょっとカジュアル系な服とかがいいかな。外見を着飾りたいです。おーい、 SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど、面白いとこでしょ。変なおじさんです。他にもいろんなショップや情報屋がいたりするけど、その辺は自分で探してみた方が楽しいと思うわ。マジか。一周するだけでも結構歩いたわね。これからどうしようか。どこかでお茶でもする？マスター、メールが来ました。キリトからです。おお。キリトさん、GGO には慣れ、GGO には馴染めたかい？俺のホームのアドレスを送るから、暇な時にでも来ないか？クレハ、いやアファシスもぜひ。アスナたちが君たちを呼べってうるさくってさ、できたら早めに来てくれると助かる。いいじゃない、
早速行ってみようよ。催促されたね。じゃあ行きますか。キリトの部屋に向かう。どうしましょう。こっち？これ？違うな。上？違う。ホーム？一応マークはこの上の方にあるから、上か下かってことなんじゃないの？違う。あ、しかもびっくりマークの色が薄くなっちゃいましたね。ってことは下の階層？この階層じゃないよってことだよね。これ飛び降り、あ、飛び降りできないし、移動中これジャンプもできないですね。うん。じゃあ下持ってこう。よいしょ。そうすると色が濃く、あ、濃くなった。ここか。ここ、あ、なんだこの扉か。どこに移動しますか。キリトたちの部屋、ちょっと楽しみ。なんかフレンド登録してくんないのかな。なんかクエスト連れてってくれるのかな。結構楽しみなんですけど。お邪魔します。キリトさんいらっしゃいますか。こんにちはです。めっちゃいる。いらっしゃい。道に迷わなかった？いや、ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ、この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから、改めて挨拶させてもらうよ。はいはい、私から行きます。私はリズベット。GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。武器を改造したり強化するなら声かけてね。もちろん手数料はいただきますけど。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。やあね、商人さんと違って私は職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、もしかして ALO？ そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO をやっていたの。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんこっちの銃の世界も楽しいけどね。リーファさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったから、ここは新鮮ですよね。あ、私はシリカと言います。この子はピナ、私の相棒です。ピナちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの？かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど、 GGO 生まれじゃないんですよ。でもいくらレアとは言ってもシリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけじゃないし、GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多くて。わかるぜ。リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになるよな。俺もこの銃弾で昼飯代だなとかついつい計算しちまうし。そうなのよ、レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし。同じレアものだったら GGO のプレイヤーは武器を取るわね。あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって、完全に高レベルプレイヤー向け、やり込み要素らしいのよね。そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を食べるような気が。ピナ、もしかしてもうお腹が空いちゃったの？あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。あれ、
ということはここで一気に皆さんをフレンド登録できるってことですかね。選択肢よろしくと一緒に頑張ろう。よろしく。そしてこちらがシノンよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。3000メートル先の標的に当てちゃうんだから。シノノン3000メートル？ありえない。普通はせいぜい1000メートル先くらいだよね。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為ですね。あ、かわいい。こんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いていたけど。こんにちは、ユイです。この前パパとママと戦った方たちですね。パパ？ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。選択肢キリトとアスナってそういうご関係？とキリトってそういう年齢なの？まあ、っていうかご関係っていうことで。こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直すごく気になるけど。一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対にねえキリト君、この人たちになら話してもいいんじゃない？そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きました。ユイは人間ではないのですか？ああ、人間のように見えるけどアファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。 GGO に連れて行くためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。よくわかりませんが、そんなこともあるんですね。知らないことばかりなので、いろいろと教えてください。はい、アファシスさん、これから仲良くしてください。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事な子なの。そうなんだ。 AI って聞いて驚いたけど、キリトさんたちの家族なんだね。よろしくね、ユイちゃん。ああ、そういえばユイちゃんほんとちっちゃいですね。なんかシューティング系のゲームって、以前どっかのゲームで言ったことがあるかもしれないんですけど、もちろん表面積がでかければでかいほどターゲットされやすいんですよ、当てやすいんですよ。これ今更言うなよって初心者の方言われるかもしれないんですけど、ちっちゃければちっちゃいほど、細ければ細いほど、やっぱりターゲットってちっちゃいほど当てづらいじゃないですか。そういう意味ででかい体型の方だと当てやすい。うん、 PVP の場合は特にですね。なので身長がちっちゃくて細ければ細いほど当てにくいのは、これは距離が離れれば離れるほどね、これは事実は事実ですね。なので僕はちっちゃめにしました。はいはい、よろしくお願いします。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム、それもシステム上の話だけどね。 GGO にも結婚システムがあればいいのに。あ、そういうタイプのゲームではないような。おい、そろそろ俺たちも紹介してくれよ。おっと、忘れてたよ。おい、キリト、初っ端だから扱いひでえぞ。悪い悪い、こっちの大きいのがエギル。ナイストゥーミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか。今後はレア武器として実装されるそうだ。俺も近いうちに手に入れてみせるからレクチャーしてくれよ。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライン。このメンバーの要、頼れるお兄さん、ムードメーカー。 GGO 女性プレイヤーの熱い視線を一身に集めるのがこの俺。ちなみに絶賛彼女募集中。クラインって前刀使ってたでしょ。
このゲームで何の武器を使えるのかすごい楽しみなんですけどね。種子島とか使いそうですけどね。武士、基本武士だからね、この人ね。暗い。あんたというやつは、この冷え切った空気どうしてくれんのよ。ほんと、すごく寒いわ。ひでえ。シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人かいるけど、今度また紹介するよ。キリトさんのスコードロンの名前は何て言うの？スコードロンは作っていないんだ。狩りに行くときとか必要に応じてパーティーを組んではいるけど。作ってないんだ。スコードロンってギルドとかクランとかいうやつだよね。みんな付き合いの長い連中だから、スコードロンのシステムはあまり必要ないかな。選択肢、仲がいいんだねと。みんなリアルでも友達なの？まあ、リアルでも友達なの、まあ、どっちもどっちだな。仲がいいんだね。なあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタジー系ゲームばかりだったんだ。だからガンゲーの GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバードしてきたんだよ。でもキリト君はここでも剣を使っているけどね。銃だって使っているさ。サブウェポンだけど。はいはい。それよりまだ本題を言ってないよ、キリト君。まあそうだった。君は GGO に来て日も浅いだろ。よかったら俺たちがシステムやスキルについて説明するよ。この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。だから気軽に話しかけてくれると嬉しいな。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いから、いろいろ教えてもらいなよ。仲間は街にもいるから、見かけたら話しかけてみるといい。面白いネタが聞けるかもしれないぜ。パーティー編成、メインメニューからフレンドリストを開き、パーティー編成を行うことができます。自分を含めて最大4人パーティーを組むことができます。R2 でパーティーに入れたり外したりできます。 SBC グロッケン以外ではパーティー編成できないので注意してください。これさっき読んだよね。それと、まあホロリアリゼーションとは違って、静止画で会話状態じゃなくて、しっかりしっかりシーンごとにキャラクターが動くので、これはありがたいですね。で、これからどうする？俺は SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたいに複雑な場所もあるからな。裏道から変なショップまで全部教えるぜ。おお。あ、ごめんね、私がもう案内しちゃった。変なショップは知らないけど。あ、裏道まだでしょ、だって。え、そうなのか。参ったな、俺はあんまりクラフト系のスキルは持ってないし。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで大儲けしてさ。あ、それか。キリト君、変な遊びを教えちゃいけません。あ、わかったよ。それなら総督府には行ったかな。場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末、ターミナルの使い方はまだだよな。早めに覚えておくといいぜ。大会やクエストの受注とか何かと使うんだ。よし、決まりだ。俺についてきてくれ。ほう。ついてきてくれはいいけど、フレンドにはなれたのかな、まだなのかな。親切だけどフレンドはダメだみたいな感じなのかな。この総督府ではクエストの受注ができるクエストオーダーターミナルや、フィールドに移動できる転送ゲートが設置されている。ちょっとあれですね、長くなりそうで、お時間の方も結構いい感じになったので今日はここまでにしましょうかね。移動したところでこんな感じで終わりにしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、
そして Twitter アカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、 Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。